夫の才能を伸ばした敏腕妻。石川県金沢市、ここで毎年6月にある祭りが行われている。突っ込め！戦国時代に金沢の礎ができたことを祝い、毎年40万人以上が訪れる金沢百万石祭り。その金沢で死後400年以上経った現在も町を盛り上げるシンボルとして輝く加賀百万石の藩祖前田利家。群雄割拠の戦国時代、信長秀吉に仕え数々の武功を挙げた男。6メートル40センチもの長い槍を自在に操り、槍の又座の異名を持つ猛者だった。そんな利家を加賀百万石の大大名へと押し上げたのは妻の愛。そこには知られざるドラマがあった。信長の側近として頭角を現した頃、利家は幼なじみの松と結婚。当時としては珍しい恋愛結婚だった。ある時、自分の持ち物を信長お気に入りの家来に盗まれるという事件が起きる。親方様、こやつを成敗させてください。許さん、勝手なことはするな。だが、教師やめるぞ。じゃあ主君である信長の命令を無視して目の前で切り捨てるなど考えられないこと。なんとか死罪は免れたものの、利家は織田家から追放されてしまう。これで利家は22歳にして浪人になってしまったわけじゃ。利家ほどの武士なら他の武将の家来になるという手もあった。しかし自分が仕えるのは信長しかいない、そう決めていた利家は戦で手柄を立て信長に許してもらおうと決意する。桶狭間の戦いに信長の許可なく参戦。そこで敵の首を3つも取る見事な働きを見せる。しかし、どうなされました？親方様が許してくれんのじゃ。信長の怒りは収まっていなかった。意気消沈する利家に松は、いつまで子供のように泣いておられるのです。親方様の方から戻ってきてくれと言われるくらい武功をあげるのです。そうじゃ、そうじゃな。あなた様なら大丈夫です。大河ドラマ利家と松の監修を務めた金沢学院大学の東四谷柳氏は、織田家を追われて、その間大変利家は苦労されたと思うんですが、松がですね、常に利家を励まし利家を支えた。苦しむ夫を支える妻、二人の絆はこうして強まっていった。松の励ましで立ち直った利家は翌年、美濃守部の戦いにも勝手に参戦。そこで足立六兵衛という敵将を討ち取る。足立は信長の美濃侵攻を幾度となく阻止した猛者。足立の首は城一つ滅ぼしたも同然。
年上、帰ってこい。 ありがたき幸せ。年家はやっと信長のもとに戻ることを許された。待て、やったぞ。親方様に認めてもらえたぞ。おめでとうございます。俺も全て松のおかげじゃ。その後も松の励ましに支えられた利家は数々の武功を挙げる。利家38歳の時、越前の国の一向一揆討伐、3万3000石を与えられ大名に。さらに44歳の時、信長から能登の国23万石を拝領、七尾城の城主となり出世街道を突き進む。信長の死後は秀吉に仕え、1583年金沢を与えられる。こうして二人にも幸せが訪れた。ところが利家の家臣の間からはこんな声が。のう聞いてくれ、また給金が下がったのじゃ。わしもじゃ。このままでは生活ができん。まったく、うちの殿と来たら金金金とうるさくてかなわん。ああ、まったくじゃ。出世したにもかかわらず、利家は家来たちに多くの給金を与えなかった。ちょっとケチなおじさん、こういうイメージを私は利家に持ってんですね。それじゃなかなか人がついてこないとかあるんで、大名としてはね。浪人生活の時に金がない苦しみを味わった利家、そのためかいつしか家臣を思いやらない金の亡者へと変わってしまった。このままでは家臣がついてこない。要は金じゃ、もっと金を集めねば。利家殿、家臣から不満が出ておりますぞ。で、利家殿。なあ、うるさい。どこまで数えたかわからなくなったではないか。たく、金など戦に出たら何の役にも立ちませぬ。大事なのは家臣ですぞ。松が何度も忠告するが聞く耳を持たない利家。そこで松は東四柳氏がある手紙を見せてくれた。息子さんが戦死して慰めの言葉もありません。利家のためによく働いてくれました。綴られていたのは戦死した家臣の母を気遣う松の言葉。松は利家に無断でこのような手紙を送るなどして、なんとか利家と家臣との絆を深めようと努力していたのだ。隣国越中のさっさなりまさが利家の領地に攻め入ってきた。何？すぐに兵を集めろ。戦の準備じゃ。行くぞ。しかし、何？普段から家臣を思いやらなかった利家、なかなか思うように兵が集まらなかった。どうしてみんなついてこないのじゃ。普段から家臣を思いやらなかったため、いざ戦となった時、利家のもとに兵が集まらなかった。うろたえる利家に松が近づく。次の瞬間、松は驚きの行動に。
投げつけられた袋に入っていたのは金と銀。そしてこの金銀を引き連れて槍でもつかせればよいでしょう。どういうことじゃ。日頃より申しておりましたでしょ、お金を蓄えるより一人でも多くの家臣を召し抱えなさいと。待つ、わしが悪かった。しかし時すでに遅し、敵のさっさなりまさの軍は8000人、利家は2500人しか兵を集められなかった。まさに前田家存亡の大ピンチ。軍議を開いても家臣たちからは、この戦負けに行くようなものだ。士気を失った家臣だが、そこに松が現れた。皆の者よく聞きなさい、こたびの戦いこそは本当に大事な戦です。皆心を一つに合わせて手柄を立てるのです。そしてもし城が落ちたならば全員討ち死にするのです。さらに松は利家に向かって、利家殿、城が落ちたならば討ち死にしてください。その時は私も敵の手にかかるような恥ずかしい振る舞いはいたしません。これを今生の別れの挨拶としましょう。松の言葉に家臣たちにも緊張が走る。松様、死ぬお覚悟だ。利家は覚悟を決めた。松、お前を死なせるものか。そうだ、死なせてなるものか。皆の者、次にゃ。松の言葉で一つになった前田軍。少ない人数ながら城を囲むさっさ軍の背後に奇襲をかけ、見事これを一気に蹴散らした。武勇は優れるが性格の偏った利家、そんな利家と家臣をつなぎ止めた松。こうして二人の絶妙なコンビネーションによって前田家は戦国時代にその名を知られる存在となり、金沢加賀百万石の礎を共に築いていったのである。